ぐるぐるなってんな。でも大丈夫っちゃ大丈夫っすよ。大丈夫。でも映像切れるじゃん。ほら。映像切れるね。うん、ね、うん。大丈夫。はい、結構あれですね。いらっしゃい。戻れない。大丈夫。ね、本当に。戻れない。はい、結構あれですね。いらっしゃい。俺ここだよ。大丈夫だよ、また。すごいな。わからない。はい。ここですよ、ここ。大丈夫だよ、まだ時間あります。わからん。ここ上じゃないか、ここですよ、ここ。映像どう？開けるのかどうかありますよね。大丈夫だよ。この辺じゃない、ライブが大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫。大丈夫だな。開けるのかどうか、そうそうそうね。綺麗だ今。大丈夫大丈夫。こういう何気ない時にさ、顔が映ったりしちゃったりさ、なんか。そうなんでしょうね。気をつけた方がいいですよこれ。いいよ。
そうだね、そう、このガードレール切れるかなって思わないですね。そっから、あかん死に方してるわな。はい、飛び込み自殺で、ね、線路で届くなったりぐらいですね。何この黒い島、何これ、あ、水滴が落ちてきてるのか、行ったダメだ、なんか気持ち悪くなってきた。うお、大丈夫？水終わった。灯油缶とかかぶって火を自分とこつけてそのまま落ちてきた、うん、どんだけその怨念が深いのかな。すごいよね、そんな死に方普通しないで、飛び降りて終わりだよここは、うん、苦しんだみたいね、うん、だからね、煙出てたんだって、だからコートになんか煙、白い煙がなんか黒く物体があるから、うん、何かなと思ったら即死ではないでしょうね、この高さだったら落ちただけじゃ即死はできねえと思うんだよね。高いんだけど、ビール何階建てぐらいだろうな、これで8階はないと思うんだよ、マンションせいぜい5階建てぐらいかな。うわっあ、顔認識、今顔認識出た、マジ、ここいた、ちょうどちょっと一回ドルさんライト消してもらっていいですか。ここ顔認識で出た、その辺りだよ、そうちょうどそのタイミングで合ってるじゃんね、顔認識出た、いるよ、顔認識出た、顔認識、そう今ピカピカピカってやってると顔認識出たから、うん、だから顔認識がでかかったんですよ。でかかった。うん。やば。出た。さっきの音何？音が強くない？うん。何あれ？なんだろうね。ね。ここです。顔認識出たよっしゃ。これで。俺こっちから。すごい近いね。うん。普通の音と違う音ですね。そうどうした？どう？探知機ちょっと忘れちゃったよ。音と音したよね、うん、だってほら車の音だったら、この車の音だったらゴローンとかだよ。そう変えないよねみたいな。使った音は、ね、もう2人なくなってんだよ。やばいな。やばいよ。顔認識で出てきた時点でもう。
ゃあ一回電気消してみますか、ね、全部こんな感じだよ。見えない、まあ、ビデオライトのあれはついちゃうんだけどあ、じゃあ ビデオカメラのこれはつくけど真っ暗だよ。なんかいや音がしたんだよ。そう、すごい見えない。見えない。なんかじゃあ俺ちょっと、まあ、車を通ったんだけど、ちょっといつも違う。俺も見てるよ。まあ女子高生が飛び降りしてるからね。どうせこっち、こっちですよ、電車、電車。だから過去にこっちが女子高生が飛び降りさせる、飛び降りというか突っ込んだんですね。そんな死に方したんだよ、ね、あ、それなの、ね、お大事に見るとね、早く見てね、お大事に怖いよね。ほんと真っ暗なんだよ、ほんとに。もう俺も今赤外線にしましたから、ね、暗すぎてちょっと。ここにね、衝突痕、衝突痕ね、ほら、うん、ここだけ、ほらなんかちょっとこの部分だけね、そこだけ ね、なんかね削れてるじゃん、ここじゃねえかな。え、こっち来ると重たいもんね。そう、なんか邪魔してるね。ここ映すと爆る？音がかんだ。ね。やばいぞ。僕はね、ここは晴れてるね。今からもう3年落ちてる。3年？今日来てるとほとんどそのぐらいのレベル。ここだけでもかな。やばいな、ね、絶対やばい。女の子がこういった人はいないよね。女はいないね、うん、すごいですね。なんか撮った。マジマジマジ、本当やばいね。今日はやばいと思って。ありがとうございます。今人通った。ちょっといないよ、誰も。誰もいないよ。どうかよ。どういう、すごい、どうなったの。どんなの、すごい。え、なんか声聞こえない。ん、なんか、あ、なんかね、なんか女性っぽい声ね。やばいよ、やばいよ。鳥いないね。鳥いないよね。鳥はいないですね。虫はいるね、虫は。うん。車が来てる。結構白いの見てるってこと。なんで。あとは早い。お、え、虫、虫はいるの。虫が煙ないよね、ここはね。うん、ないよ、煙ないよ。手合わせたら助けてくれると思ってしょ。あ、本当ですか、うん、じゃあ俺ちょっと手合わせてみます。よく言われてる、手合わせとこの人助けてくれると思って。でもそうですか、ね、バーンの拍手さけてくれたね。そうっすか、その場所じゃなかった。場所じゃなかった。外れてた。外れてた。場所外れてた。ハイパー。
裏拍手やったんだけど、こう。もう顔認識出たからな。ちょっとやばいよね。うん。しかもさ、動いてる。この場所はちょっと気持ち悪いね。なんかね、やばいね。なんかやだよ、俺。なんか腹がムタムタするの、なんか。明日ももっとやばいんだけどね。マジで。明日はね、まあ、1個目はもうすごいやばい。マイナース。僕が初めて行って、うん、変な現象起きちゃったから。そっから行ってないの、一回も。マジっすか、うん、そこを鶴さんにまずやる。あれうわそうだ。え？ここの線路、これ飛び越えちゃったんですか？飛び越えちゃった。いやーすげえ。この辺りに聞こえる。あ、この辺りに？うん、この辺りで。全部ダメ？嘘、全部ダメ？嘘。大丈夫です。刺繍がする。すごいよね。さっきね、公園で落ち着いてる。この辺で後ろに来ちゃってたんだ。前を思い出したの、うん、ここの辺だった。この辺。ぼやけんな、これな。
ここが僕の中では一番怖い。ダメだ、ここなんか気持ち悪いな。気持ち悪いですよ。こっちにいるよ。